どうも皆さんこんにちは、小村康史です。よろしくお願いいたします。夏も終わりに近づいてまいりました。いやー、あっという間にね、夏が終わっていくものですね。もう私たちなんかの職業は、気がついたら春が終わり、夏が終わり、そして冬になったと思ったらもうあっという間に冬が終わってしまうという、あまり季節を感じずになんかこう終わっていく感じなんですよね。なぜかというと、なんかこう舞台とかの作品になるとずっと小屋にこもってしまったり、劇場にこもってしまったりして、もうなんかもう気がつけばもうそのシーズンが終わっていると、その繰り返しという感じで、夏も気がついたらもう終わりに近づいているという感じでございます。はい。いやー夏休みいかがお過ごしでしょうか。ゆっくりできましたか。もう僕はね、毎年のごとくですね、まあお仕事に追われておりましてですね、まあ今年もでもなんか楽しい夏を過ごせたような気がいたします。まあできればね、地元に帰ってゆっくり家族、親族と夏を、ゆっくりした夏休みをですね、送るのも悪くないとは思うのですが、まあ来年ぐらいはもしかしたらそういう感じになってるかもしれないですね。なかなかこうお盆にゆっくりするっていうのを昨今やってないので、いや久しぶりにちょっとお盆ゆっくり過ごしたいなぁなんていう気持ちも、ちょっとあります。ご覧になっていただけましたでしょうか。知事部34箇所札所巡り、まだね34番まではね行けてないのですが、今この YouTube チャンネルの方で2話目まではですね、配信中と。いや、なかなかですね、あの札所巡りを自転車でやるっていうのがですね、なかなかの、エネルギッシュなことだなっていうのを、やっぱこうやってみてわかりますね。なかなかなんですよ。30番までは行けたんですけど、その30番から先がなかなか手強いんですよね。31番。が、もうめちゃめちゃ遠いんですよ。あ、地図あるかな。よいしょ。こちらがですね、こちらがですね、一番の札所でいただいたですね、札所巡りの、案内の地図になってるわけなんですよ。これを見てわかる通りですね、なかなかなんですよね。これが1番島富士。僕はねここから始まったわけなんですよ。ここから始まったんですけど、実はこの西武秩父駅から1番もなかなか結構遠かったんですよね。わざわざ駅から自転車でここまで行って、ここから改めて始めるっていうスタンスで、いやーよく来たもんですよ。で、30番からまた31番がここと。もう距離感が若干分かりづらいんですけど、ほんともう31番がめちゃくちゃ離れてるんですよね。なんでこんなことになっちゃったんでしょうね。この秩父観音霊場34箇所巡りというのがですね、調べてみると色々また面白くてですね、僕なんかこうガイドブックみたいなのも買ったんですけど、あ、なんか行った後に見てみて、あ、こういうエピソードがこのお寺にはあったんだと思うと、なんかもう一回行ってみたいなとかって、そういう気持ちもですねちょっとあったりとか、でもとりあえずは一回全部を一巡してですね、34番の札所までまず行けるように頑張りたいと思います。あと4箇所なんですよ。この4箇所がまた強者揃いなんですよね。もうなんかこう密集してないからめちゃくちゃ一個一個が遠いと。いやー、またねぜひそちらの秩父34箇所巡り小村旅の方もですね、ぜひ皆様にご覧になっていただきたいと、思っております。もう昨日もね、なんかだいぶ夏も終わりで涼しくなってきたなってなったんですけど、今日はまた暑いね今日はって思って、なかなか夏が去るのか去らないのかっていう感じですけど、いやこういう日にですね、キャンプ
キャンプをしながらですね、釣りをして魚を焼いて、なんかゆっくり過ごしたいなと思いますね。でもですね、キャンプとかだとね、川沿いとかで、なんかよく今年もね、水難事故とか、水場の近くに行く際にはですね、気をつけていただきたいと。僕もね、小学生の頃ですね、友達、家族、何組かとキャンプに行った時に僕も溺れたことがあるんですよ、川で。溺れたというか、溺れかけたというか、もう友達の家族とかもいたし、その、関係なくキャンプ場に遊びに来ていた方々もいたし、いろんな方がその川沿いで遊んでたんですけど、僕不意に一人でなんかこう遊んでたんですね、川でなんかこうわーってなんかやりながらしたら、いきなりズドンとなんかその深いところに足を取られちゃって溺れかけたんですよ。うわーと思って、ああいう時って僕も当時小学1年か2年だったんですよ、確かだったんでね、なんか本当になんかこうパニックになっちゃって、で、ああいう時って全然泳げないんですね。で、深いし、一生懸命もがくんですけど、全然なんか、その足がつかない場所のまま、もうずっともがいているって感じで、もうダメだっていう時に、友達のお父さんがひょいっと手を掴んで、助けてくれたんですけど、あれがなかったらもう、もしかしたら僕はもうこの世にはいないかもしれないですね。なかなか間一髪な感じでございました。僕結構間一髪なことって多々あるんですよ、実は。でも間一髪でもうダメだっていう時になんかひょいと救いの手が現れるというか、そういう感じで今まで結構人生を送ってきている私でございます。ぜひまあもう少しね、暖かい季節が続くのでってなんだよ。もう少しね、もう一回やり直します。もう少しね、暖かい季節が続くので、ぜひね、水の事故にはくれぐれも皆様気をつけてください。やい。イエイ。いやー。全然ね、プールも行けてないし、海も行けてないし、川も行けてないし、夏を何にも楽しんでないんでね、残り1週間ぐらいでね、残り1週間ぐらいでって、なんか行けたら秩父とか行くしかないんだけども。ぜひね、皆様は、残りの夏をね、有意義に過ごしてください。それではね、こんな感じでですね、雑談動画、本日も、なんか今日は全然口が回ってないですね。こんな形ではございますが、本日もこの、雑談動画、お送りさせていただきました。久しぶりのね、動画配信ということでですね、それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。